你知道中国的国宝是什么吗？熊猫，胖胖的，很可爱。有一只大熊猫和你一样，也是从中国到日本，它已经来了很多年了。它叫什么名字啊？蛋蛋。疫情结束之后，我们一起去看蛋蛋，好不好？嗯。祝蛋蛋身体健康，我们会来看你哦。神戸で初めてジャイアントパンダがお見えしたのは、1981年の神戸ポートアイランド博覧会でした。その後、2000年には震災で傷ついた神戸市民、とりわけ子どもたちを勇気づけるため、中国政府より、コウコウとタンタンの2度のジャイアントパンダが貸与されました。20年以上もの間、神戸市民を楽しませ、日中友好の親善大使として活躍してきたタンタンに敬意を表すとともに、熱く感謝を申し上げます。中国は神戸にとって重要なパートナーであり、良き隣人でもあります。本市としても、タンタンが築いた友好関係のレガシーを引き継ぎ、さらに友好関係を深めるように尽力してまいります。タンタンと初めて会った時は、本当に可愛らしい姿に衝撃を受けたことを覚えています。中国に来てからたくさんのパンダを見てきましたけども、タンタンが間違いなく一番可愛いと思います。また元気で再会できる日を楽しみにしています。毎日ハズバンダリートレーニングを頑張っている姿がとても素敵です。タンタンはとても賢くて、健康診断でもいつも協力的でとても助かっています。日本に来てからずっとみんなに笑顔を与え続けてくれたタンタン。私たちも皆さんと一緒にタンタンに感謝の気持ちを伝えられたらと思います。神戸の街に人に希望と元気と安らぎを与えてくれてありがとう。タンタンを通していろんなことを学ばさせていただいております。いつも笑顔ありがとう。いつものんびり、大好きな竹をむしゃむしゃ食べて、お腹がいっぱいになったらゆったりくつろいで、そんなマイペースなタンタンを見ているだけで不思議と誰もが癒されてあったかい気持ちになります。ありがとう。今回のはタンタンの萌えキャラとイラストを担当したりょうじです。今回自分担当したのはこちらのクリアファイル、皆さんこのクリアファイルもし喜んでくれたら自分の誇りだと思います。いつまでも元気で可愛いお嬢様でいてほしいです。ダイエットしないでくださいね。いつもタンタンファンの皆様から多くの電話やお手紙をいただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。長い間タンタンを愛してくれる皆さんありがとうございます。これからも中日両国のより多くの人々にタンタンの魅力を知ってもらうように一緒に頑張りましょう。じゃあ皆さんこんにちは。パンダの大ファン冯春と申します。今中国の北京に住んでいます。趣味として日本だけではなくたくさんのパンダがいる動物園を巡っていました。去年の春神戸市立動物園に伺う予定なんだけど、コロナのせいで結局行けませんでした。ですのでコロナが早く収めることを心より祈っており、いつか神戸市立動物園に行ってタンタンと会えたらと思います。タンタンと他のパンダたちが楽しく過ごせるように心より祈っております。コロナが収まれたら日本の皆さんも四川省に来て中国のパンダたちと会っていただければと思います。ありがとうございました。中国でお待ちしております。タンタンちゃんお元気にしてた？私は動物園でボランティアをやったことがありました。パンダは中日友好の象徴として日本へ旅行して生活する機会もたくさんあると思います。タンちゃんも王子動物園で楽しそうに暮らしていますね。あ、優しくで真面目な飼育員さん、毎日タンちゃんの世話をしてくれて本当に感謝します。爽爽今年26歳了，相当于人类90多了。祝爽爽身体健康，开开心心。祝大熊猫爽爽在日本开开心心过好每一天。希望爽爽在日本身体健康，开开心心。祝爽爽在日本健康快乐。希望爽爽吃好睡好健康快乐。